そう、最近僕がちょっと背中とかしんどいので自分でやってるセルフを今から映しとくから勝手に見て。こんにちは、門前整体三つ友です。今回からは音声で入れていこうかなって思ってます。というのも、実はこのコメント欄をテロップを入れるのってとっても大変なんですね。なので今度からはこの音声をちょっと入れていこうかなって思ってます。今回は私が男の更年期障害みたいな感じになってしまってとてもしんどくなっているのを自分で緩めているマッサージ、セルフ整体動画になります。かなりねベッドとか使って気持ち悪いことをやってますけれども、こんなぐらいをやらなきゃダメなんですね。で、私は基本的に他人のマッサージをしてるんで、どの方向に角度を入れればどういう風になるかというのが分かった状態でやっています。なのでこの動画を見ながらちょっと参考にしてもらえばないいんじゃないかなと思います。これはね、施術用のベッドになるんですが、これは別に普通に机であっても何かしら硬いもので自分が押し付けても痛くないものであれば全然いいと思います。この角度とか方向を参考にしてみてください。わざわざ説明してもね、これはね、三角筋を緩めていたりだったりとか、手の内側の筋をなんかね、こんなところをしないとね、体って言うくれないんですよ。それでなんですが、これはね、今何をしているかって言ったら、胸椎と腰椎を机の角に押し付けてゴリゴリしながらセルフカイロプラクティックっていうのをやっています。それをやることによってずれてる箇所を自分の体の重みで押し付けてあげることによって自分の体を治していっている、まあかなり気持ち悪い動画ですよね。こんなのを見せつけられる皆さん、門前整体エクストリーム視察大丈夫ですか？でなんですが、これをやりながら、左右に動かしていくとずれている箇所にしっかり当たるとパキッて音が入って自分のずれを取ることができたりとかします。特にね、痛いところだけではなくて反対側もしっかりやってあげるようにすると、ほら首動かしてるでしょ、この首をバキバキ動かそうとすると腰のあたりとかもずれを取れてくれたりとかします。足元が映ってないんですけど、足をねひねりながらやってるんですよね。このひねりながらするっていうのが、まあカイロプラクティック、まあこの辺はやっぱりプロの技で、あれこうやって顔向けてるでしょ、ああやって向けて本当そうに体重を乗せようと思うけど乗せられない、このジレンマにもがいてる自分が、あれでね上からポキってね手の方向にね力を入れられるぞ、ポキンってずれが取れるんですけど、ああ取れない、ああ取れない、もどかしい、俺どうしようどうしよう、腰椎5番が動かないよもうって思ってやりながらカットに押し付けている動画なんですね。これが今回はほら気持ち悪い感じでやってるでしょって、ね、これが事実、一人でするためにはこれぐらいねゆっくり時間をかけてしないといけないんですよ。ほらゴリゴリやってるでしょ、ゴリ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 、これをね今日この動画だけでも18分ぐらい、ほら首ひねりながら腰を押し付ける、こんな感じをね自分のね家で、できるのであれば家で一人でする方が絶対いいです。こんな姿で、ね、世界中に公開する場合なんかエクストリーム視圧悶絶整体ぐらいしかいませんよ。でほら体重かけてゆっくり時間かけてるでしょ、自分でする場合っていうのはこれぐらいの体重をかけてあげないと取れていってくれません。参考になるかな、私の体重が178センチで76キロ7キロぐらい、ほら今ポキンってなんか動いた、イカれた目してますよね、うわやばい、あれで、ね、足首とか動いてね、体重を全体重そこに腰に乗せてます、ほら気持ち悪い腰の動きしてます。これをやっていかないと自分では取れません。さあこうなるかな、うわこれこれこれこういう気持ち悪いって、なんかそうしんどいところを押し付けるのはここの角に押し付ける斜めの角度みたいなのがとっても必要になってくるんですね。ほらで首を向けるというのは可動域を減らして、可動域って言っても関節の可動域を動かして、ほら首振りながら腰をひねっていくみたいな、やばい目してます今。こういうのをしていかないとほらパキパキって取れないんですよね。これが悶絶整体の秘密です。
だから本当は首の状態を固めた状態で皆さんをやるんですが、セルフでするのがこんな気持ち悪いんです。ほら、自分の体を乗せて体重かけてゴキゴキゴキってやります。おー、今からまたエクストリーム視圧横の辺ですね、大臀部、よく皆さんが痛がる場所、大臀筋の付け根をやるときってね、こういう風な動きがやっていくんですよ。自分で入れるとき、そう、前の方が痛くなるから角度的に、そう、この絶妙な角度、うわー、やられたくない、やられたくないけどやるにはどうすればいいの、反対側来ました、反対側もそんな感じ、こんな角度をこういう風にしてゆっくり緩めていきます。これで前に体重をかけて、オーイエーイ、エクストリームシャツ悶絶整体みたいな感じの方向性にしていきます。これやばくないですか。あの首をひねるっていうのは手首の可動域、手首を固めた状態でそれ以上さらに動かすことを手首の可動域を止めるみたいなことを言うんですが、これがね、分かってくれると、ああそれそれみたいな、まあ、若干ねプロの話が入ってますから難しい話はしてますけれども、これを、ね、ゆっくりこれぐらいやらないと体の疲れは取れてくれません。もしね、自分で家でするのであれば、本当に一人っきりで、私もこれ自分で撮影してて何やってんだろうと思いながら撮影してました。ですから、まあ、こんな感じでね、ずっとね押し付けてあげる、押し付けながら自分で、うわほらほら、回転ひねりを入れた状態で、ああ70キロそのあの角、さらにその角に持っていくのかみたいな、これはね、本当ベッドでやってますが、後ろにあるソファーであったり肩息、まあ、当たっていたい場合であれば何か入れて、あの首を ひねるっていうのが実は秘密だったりします。でこうこう、そうそう、押し付けてゆっくり押し付けてあげる、そう、前から押し付けてあげる、こういう角度はね、うわほら、あの足の角度、あの角度を少し変えることによって自分の体重がより よく入ってきます。顔の角度、あ、傾けてるでしょ、これぐらい入れないとね、あそこの位置に入っていかないんですよ。これが自分でする場合の悶絶整体で、これやったらね、私ね、さっきだいぶ体が楽になってくれました。まだね、右側のね、あの背中の場所は少し痛みが残っているんですが、これだけやっとけば15分ぐらい毎日できたらそれは楽ちん。はい、今度反対、おお、楽楽楽楽楽に動いてる。じゃあ今度反対側、反対側するとき角度見えますか。これ、こんな変な感じで首の角度を固めて前に持っていく、そう、こんな感じがね、ずっとやっていくと、ほら、あ、気持ち悪い顔してますね、私、チョッパーの、うわほら、あの首をひねること、ひねって、あれはね、首のズレを取ってるんですけれども、取りきれない、なんでみたいな、そんな動きをしています。でこれがね、あの角度が入ったらね、おお、これこれ、エクストリームシャツ悶絶、おお、汗かいてますよ、やばい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 人、本当にこんな感じで一人でするんですね。うお、ギフで、これやってたらね、お腹の調子も動いてきました。大体ね、皆さんね、背中とここの場所を緩めるのと、あとはふくらはぎと太もも、ここをやっていくと大体ね、緩んでいきますね。ほら、この角度参考にしてくださいね。角度で体重乗せてるでしょ、ここ7で、首のかなんていうかな、肘がこれ以上曲がらないところから一箇所だけね、入るポイントっていうのがあるんです。まあ、この辺はさすが私プロなので感覚わかってるんですけども、その角度をこの動画を見ながら参考にしてみて、まあ、なかなか参考にならない動画かもしれないけど、これが一人悶絶整体エクストリーム視圧です。やばいよね、何してんのこの人、先生あんだけ体重かけるんです、自分でする場合は、ぐい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 、だから自分たちでやろうと思ってもなかなか緩まないというのはこれが原因なんですね。あそこまで腕持ってここまで入れる、そう、これを参考にしてください。こんな変な人いますか、っていうか皆さんこれやってるから、ほら、あー、ちょっとマシになった、ほらほら動きが良くなったみたいな感じで動いてます。でもね、ただね、今さっきからさってるでしょ、首
首の後ろのところだけはなかなか取れないっていうのは、肩甲骨と肩甲骨の間、指が入りにくい場所なんですね。この場所はね、今やってたら、ね、肩甲骨のところは緩むんですけれども間に入っていかない。ここはね、ちょっといろいろ体重かけてみたりとかしてみてるんですけれども、なかなかうまく入らない。これバランスボールって考えながら端っこでやってみようと思って、端っこで入れるんですけれども、思ったように体重がかからない。なんでなんでなんでなのっていうのを今超絶やってます。これがね、なかなかやっぱりね、一人じゃ入りきらないかな。やっぱりね、バランスボールをちょっと欲しいかも。ほら、体重乗せてみてるけどなかなか動かない。で、どうしようって考えた末に、もう一回っていうスタンスでそこを伸ばしました。これやったらね、やっぱりね、背中の、ね、痛みっていうのは、ね、だいぶ減りましたね。今ね、これ撮影した後3時間ぐらい経ってるんですけれども、やったら全然ね、動きがね、マシですね。お、うん、なんかいい感じ、入った感じがするみたいな、やってます。さすが悶絶整体エクストリーム。やっぱりね、一番下のね、下半身大、腰椎5番っていうところなんですけども、そこがね、なかなかね、やっぱ入りにくい。僕は右側が痛かったので、右で左側もやっとかないといけないので、左側両方やってるんですけれども、この感覚というのはやっぱりちょっと、ほら、また首をカクカクやりながらやってるでしょ。これが必要なんですね。をしていくんですけれども、さすがにね、第五腰椎をね、自分で入れようと思うとね、首を振りながら関節を固めてやろうと思っても、ちょっとやっぱその辺が入りにくい。ほら、右手の角度が上がりにくいのが分かりますよね。そこなんですよ。おかしいんですけど、そこをどうやって取ろうと思っているのが今の状態で、後ろ側はだいぶ緩んだなっていうのが分かってきたので、次はじゃあどこだ。そう、前側の胸の方向に行く。今寒かったからちょっと止めに行ったんですけど、前の胸を緩めます。実はね、拮抗筋といいまして、背中と前の場所っていうのは両方緩めないとダメなんですね。弓矢の弓みたいな感じ、前も緩めて後ろも緩めないと実はね、緩みません。で、緩めるためにはここを踏んでもらってもいいんですけれども、自分で指をぐいぐい押さえてあげても、まあ私の場合はね、やってあげてもいいと思います。あの部分、そう、あれをやりながら腕をぐりぐりひねる、ぐりぐりひねりながら押さえてひねるみたいな。まあこれ参考になるのかな。まあ参考になってくれたらいいですけど、こんな感じでぐりぐり、ああやってね、動かしながら動きが悪い場所を探して、緩めていきます。これをしてあげると毎日の動きとかがおかしいのが取れてくれます。私にやられた痛い人たちと分かるでしょ、あの感じを私が自分で指で緩めてる。もしね、これを見てる人がされるのであれば、木の棒とかを押さえて、もしくは踏んでもらった状態でこういう手の動きをしてもらうと取れやすいかもしれません。ほら、角度、いろんな角度があります。ここは三角筋という筋肉なので、前横後ろの ところを取っていってあげないと取れてくれないんです。そうするとね、ほら、足首の方も取れてくれるんですね。ただやっぱり自分でする分にはふくらはぎとか太もも、ここがね、やっぱりやりにくい。なので明日もう一回マサトに僕も体を緩めてもらおうかなとは思っています。だいぶ緩んできたから、おかしさが取れてきてる感覚がね、わかるかな。ちょっとやっぱりね、この辺がね、難しいんで、この反対側もチェックします。で、このチェックしてるんですけども、ほら、やっぱりね、左手の方が動きが良さそうでしょ。なんかね、やっぱり右の方、右側というのは季節の変わりね、気圧の変化、そういったものに対してだいぶね、やっぱり出てき、症状が出やすいので、今の時期みんなきつい人が多いんですよね。で、なんですが、これをね、緩めていくとだいぶと緩んでいってくれます。で、胸の左右の差は どれぐらいかとか、まあ、男性ですから、女性だったら自分でやってみてくださいね。硬いところをチェックしていきます。これセルフチェックです。あ、いけるいける、いけそうだな、あとどこ。やっぱりね、首と肩との付け根が一番取れにくい。うわ、やばいって。あそこを自分で緩めていくには、
あのね、膝の角度とかあれをね、そうそう、左手で持ってますよね、膝を。あそこをね、内側に入れ込んであげたりとかしたりとか、こういう変な動きをしてあげると、その大臀筋の付け根っていうのは緩みやすくなります。私はギリギリのところまでやっていくんですが、自分でする場合ってあのね、内側に入れることがなかなかできないんですよ。もしできるなら入れてみてください。まあ、これもね、木の棒もしくは、なんだろうな、なんかでね、やってみてください。で、反対側も行くぞみたいな感じで、反対側は見やすいよね。そう、まあ、腕のほら筋肉やばいよね。あれを内側に入れ込んだ状態で、おーって言ってます。これぐらい緩めないと緩んでくれません。痛そう。自分で自虐的なマッサージをここまでする。エクストリーム指圧、悶絶整体、三つの部やばいよね。おっと、今からね、やっぱりね、その首のあそこの付け根の部分っていうのはね、取れにくい。まあ、これね、カイロプラクティックとか施術の、まあ、基本になるんですが、第7頚椎、第1胸椎っていう、まあ、首と何背中のところっていうのは、ね、一番ね、施術する上でもね、難しい場所なんですね。だからね、他のところチェックしてってます。他のところどこか緩んでないかなってチェックしたところで、あと太ももをね、自分で緩めようとするんですが、これもなかなか緩まない。さすがにバランスボールじゃなくてストレッチボールかなんかがね、欲しくなった気がしました。だからね、自分でね、ちょっとストレッチボールを置いてその上に乗ってあげたりとかするのがいいのかもしれません。で、あ、こうやってね、伸ばしてみようと思うんだけど、思う通りに伸びない。ヨガとかじゃな、伸びないって言ってます。なんか違うんですよね、ヨガじゃ伸びきらない場所。違う、そこじゃないみたいな感じでやってってます。で、結局これはもうマサトにやってもらうかっていう風に諦めたのが今の私です。で、やっぱり、ね、足のここの部分ってね、ほら、いろいろな角度でやろうとするでしょ。体重かけにくいんですよ。やってみてわかった。で、ほら、足首曲げてみたりとかいろいろやってみてるけど、膝裏ぐらいはできるんだけれども、なかなか難しいから若干諦めに入ってきてます。ここまで見ていただいたあなた、ありがとうございます。悶絶整体指圧、エクストリーム指圧、自己セルフチェック編、足首が僕やばいみたいですね。長い動画お付き合いありがとうございます。これでね、だいぶとね、何HP30%、 体力30ぐらいだった、100のうち30ぐらいだったのが70ぐらいまで回復した感じがしました。これを参考にしてご自身で家でチェックをしてみてください。なんか恥ずかしかったけど、こんな感じです。だいぶ取れた。ここだけね、ちょっとやり方考えるわ。またなんか、あとはだいぶ取れたね。参考になるなら使ってください。気持ち悪い、おっさんがあえてるだけの気持ち悪い動画でした。以上、悶絶整体ミストでした。